6月6日月曜日の全国の天気をお伝えします。西日本から東日本、東北地方は広く雨が降り、傘の活躍する天気です。特に太平洋側ほど強まる恐れがあります。最新の気象情報はこまめにご確認ください。沿岸部では風も強いため、横殴りの雨にも注意が必要です。西日本は次第に雨は落ち着いてくる予想ですが、日中もにわか雨の可能性がありますので、一旦止んでも一日を通して雨具があると安心です。また服装選びも注意が必要です。西日本は日中過ごしやすい体感、東日本は前日よりも気温がぐっと下がるところが多くなります。北日本は昼間もひんやりとした体感ですので、暖かい服装でお過ごしください。詳しいお天気はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけますので、ぜひご活用ください。